黒豚、霧島黒豚カレーで、こういうふうになっておりますね。でこれは53種類の植物性原材料を使用したマンダスースモを配合し、コクと旨味を引き出しています。自然な甘みと旨味が特徴的な、霧島黒豚とともに、昆布とカツオで汁ベースの癖になる和風カレーというのをお楽しみくださいということです。これは、霧島黒豚というのは、黒豚の中の黒豚を目指して育てられており、特製の甘みのあるうまさ、白くと美味しい脂身が特徴の宮崎ブランドポークだと。で、霧島産のこの豊かな自然の中で、蓄えとし餌として、放産用マンダ水産を加え、もちろん深刻環境衛生環境への改善の言葉に大切に育てられた黒豚だと。で、マンダ水はマンダ水素は53種類の植物性原材料加工総菜を長期発酵し、熟熱した植物性新促進です。なんとか島の造り酒屋として300年以上作った発展の技術を生かし、独自の技術やノウハウより27年の歳月をかけて、そんな長い歳月をかけて開発したと。こういう野菜のねものがここにあって、でこうやって27年の歳月をかけて作ったあのタレですと。で黒島の豚だということです。ではいただきます。いただきます。豆腐に独特な味わいですね。で、確かに黒島独特で、味わいとしてもなかなかの、味わいで、ちょっと胡椒に効いた、すごい独特な味わいで、すごいうまい。濃厚がすごいジュッと濃縮してる。で、この黒バタ独自の甘みというのがすごくて、これはなかなかいけるかもしれないですね。結構な、甘みと旨味があって、なかなかいいですね。これはあれですよ、結構いい。味わいですね。で、この旨味と辛さがあって、ここにエリアあるような、もうレンコンだとか人参とかじゃかぼちゃとか魚の味とかいろんな味がしてて、ちょっとフルーティーなような味わいですね。で、黒豚の独特な甘さと独特なスパイシーと、後からこうじわーっとくる辛さがありますが、なかなかいい辛さといい味わいですよ。これはいい豚さんじゃないですかね。なかなかのいい味わいに。結構美味しい味わいだと思います。どうもありがとうございます。